はい、皆さんこんにちは、熊谷すまさです。どうもお久しぶりでございます。いかがお過ごしだったでしょうか。さあ今日もケニカグランドのブラックナイル、今4コーラス目をやっておりますけど、今日のとこは Dm、 Dm7Dm9あたりの A セクションのところなんですけど、ちょっとフレーズ的には Eb7に関しては全然無視して弾いてる感じなんですけど、まあこの一発系の Dm ってとこで使えるんじゃないかなと思って、ちょっとやってみたいと思います。今日はもうかなり簡単なんで誰でもすぐパクれる感じになっております。それじゃあ行ってみよう。はい、ということで、ブラックナイル行ってみたいと思いますけど、4コーラス目の、最後の A セクションで Dm、 Efm、 Dm、 Cm、 F7 ってところですね。で最初こんな感じで、って言ってるんですけど、ここ13ですね。次メジャー7、まあ、この単3度とか単3度ばっかかな、ずっとここは超3度か、まあいずれにしろ3度の間隔で上がっていくって、まあ割と簡単ですよね。けど効果的ですね、結構ね。ここの D の音の時 Eb7 7th弾くと Db とこれぶつかるんで、まあちょっと合ってないんですけど、けどまあ一発系だと思えばこれ全然まあいけちゃいますよね、こんぐらい。で最後のここだけ6がフラットしててエオリアスケールになってますね、ここね。けど次の、まあ、次 Cm なんで、まあ、それの Cm の B フラットの音にCm7 か7につられてんのかなって感じもしますね。まあ、いずれにしろこの辺ですよね、使いやすいのは。こう別にドリアンでいっちゃってもいいですよね、なんか Dm の曲があったら。ああ、こんな感じでこの辺を適当にちょっとパクれるかなと思ったんで、全然簡単だし、この前ってのありましたね、完全用途の感覚で。なので結構ケニカークこう何かしら音の幅を決めてこのフィギュアに的なアプローチをすることが結構あって、割と使いやすいしかっこいいんでこれいいんじゃないかなと思いました。で最後の2-5、これはまあ Cm7 の上で Dm7 弾いてますね。で F7 の上で Cm7 弾いてますね。これもうなんだろう、結構割と抽象的なサウンドになってますよね。なんか2つコードがある感じですもんね、こうね、 Cm と Dm7、 こっちも F7 の上で Cm7、 まあこれはちょっと似たようなサウンドですけど、まあこれどこでも使えるんですけど、じゃちょっと抽象的な感じをして意外と使いづらいかもしれないですね、簡単なんだけど、まあちょっと使えてみたら使ってみてくださいぐらいの感じですね。まあ今日はこっちですね、どっちかっていうと。これいいんじゃないですかね、本当。といったところで動画を開きにしたいと思います。それではチャンネル登録よろしく。さよなら。